でん来週の17日の22時からあの2時3時の歌子コ姉さんとコラボをしまーすイエーイ <laughs> そう我々実は割と仲が良い2人なんですがタ対マンでコラボほぼしたことなくねっていうかしたことないねっていう話になりましてでこの2人ね どんな中なのかっていうとねよく作業通話をする中なんですよでそこで割とおすすめの漫画などを聞いているんですがあそれを結構コアな感じでしてね <laughs> それを皆さんにも共有しようっていうね配信でございますちなみに私も歌子お姉さんにいろいろと漫画をねおすすめしていこうと思うのであの興味のある方はぜひとも見に来ていただければと思いますしぐれういの知っている漫画の中で まあ歌子さんが好きになってくれるかもしれないなという極力かわいい男の子が出てくるかもしれないなっていうのを頑張って選んだんでね興味ある方はぜひともあの全年齢作品かどうかは歌子さんの方は分からないですけれどももしかしたら指定が入っているかもしれないけれどどうぞあの読める方は見にいや配信自体はある18じゃないからあ皆さん見に来ていただければと思います明日 あ、ほんとだ、日付変わってるから、明日だ。明日ですね。レイヤー負けな優勝。<laughs> こういう配信がありますので、何卒よろしくお願いします。